堀翔平12月2日から1963年12月27日は日本の剣道家。ダニーは半士球団。大日本武徳会武術教員養成所卒業。著書、大日本剣道師は剣道師研究の名著として知られる。また、吉川英治の小説で宮本武蔵が注目される以前に宮本義岡血統の地の石碑を死費で混流した。 大分県ウェップに生まれる。父、堀正太郎は、江戸時代には、陽神流従術の師範であったが、維新後は鷹青いとなんでいた。1894年、熊本県阿蘇郡小国村に移住し、12歳から、父より剣術を学ぶ。1903年、旧中津藩市、丸山伝八より、上一刀流剣術を学ぶ。1905年、父と死別。 剣術家を志し、京都の大日本武徳会本部剣術部の講習生となる。1906年、大日本武徳会武術教員養成所に入所。持田生に、大島寺北と並び、三遊士と歌われる。1907年、西日本各地を回る武者修行の旅に出る。1908年、武術教員養成所を卒業する。その後、 宮崎県立のべ中学校の剣道教師となる。1910年、武者修行の旅に出て、北陸地方、関東地方を回る。1912年、石川県に移り、第四高等学校、金沢医学専門学校の剣道師範、武徳会石川支部教師となる。1914年5月、佐々木沖那と結婚。1914年、武者修行の旅に出る。 1915年、教職を辞し、南禅寺騒動に入り参禅する。1921年、武者修行の旅に出て、有野武官、秋野武官、水戸東武官、北新道などをめぐる。同年、妻、佐々木沖名、死去。1927年、海軍クレチンジュフの剣道師範となり、クレ海兵団、海軍兵学校、横須賀の海軍法術学校でも、 剣道を指導する1932年、最後の武者修行の旅に出る。島根県、鳥取県、岡山県を回る。1936年、広島県呉市に、道場、剣道公古館を開く。1944年、武徳館居合制定委員となる。1945年7月、空襲により、自宅と道場を消失。 1929年、五大霊記念天覧武道大会に指定選手として出場。檜山義室、宮崎も三郎、ろ賀しのりを破るが、準々決勝で、上田平太郎に敗れる。堀はこれまで、古流の切る剣術と、スピードと技巧を中心にする現代剣道の狭間に、立って悩んでいたが、この頃から、新たな境地が明けたという。1940年、 紀元2600年宝粛天覧武道大会に指定選手として出場。加藤七左衛門、朝子二郎、森末広正を破るが、準々決勝で須崎兼高に敗れる。太平洋戦争終戦後、C 級戦犯指定を受け、公職追放される。1952年、公職追放を解除される。1963年12月27日、呉市の自宅で死去。 京都市左京区の墓地に葬られる。宮本吉岡血統の地京都市左京区の一条寺、下がり松に宮本吉岡血統の地とする石碑があるが、これは堀が1921年に湿碑で建てたものである。吉川英治の小説、宮本武蔵が書かれる前のことで、村の人たちはこの石踏みを建てることに疑問を抱いていたという。 当初は寂しい村で訪れるものも少なかったが、吉川英治の新聞連載や、1942年の片岡千恵蔵主演映画、宮本武蔵、一条寺決闘で、宮本武蔵が有名になってからは、村人も観光に熱心になり、武蔵万獣などという土産も売られる名所となった。ありがとうございます。